はい、おはようございます。今日はモンテリオ山形対ブラウブリッツ秋田さんの一戦となっております。昨年に引き続き今年もブラウブリッツ秋田さんとの試合見られます。楽しみですね。そして今年はね、グルージャ森岡さんも J2 昇格したので、J2 が4チーム、東北が激アツですね。グルージャの皆さんおめでとうございます。山形でお待ちしております。で、ちょっと遅れましたけども、ちょっと日差しがすごい強いので、ちょっとサングラス姿で失礼しております。すいません。さて、今日こそホーム戦勝つぞ。楽しみです。結構早くスタジアムに来てるので、それでいつも来てるんですね。それで昨日だったかな、クラブのツイッターの方で山形県総合運動公園っていうところに、ND ソフトスタジアム山形、要はモテリオ山形の試合が行われる会場があるんですけども、これが山形県総合運動公園の図なんですね。で、ここの敷地内のどこかに早咲きの桜の木が1本開花しましたっていうツイッター投稿されてるのを見たので探しに来たんですけども、残念ながら発見できませんでした。今日はというか、ここ最近の山形本当に天気いいんですよね。もうポカポカ陽気です。今日も最高気温が24度とか25度26度とか、すごい気温が上がるという予報になってます。で、山形空気が綺麗なのはありがたいんですけど、その分日差しが狂気なんですね。ものすごい痛いんですよ。なので、自転車乗るとき、いつも夏場でもこういう風にアームカバーしてるんですね。足の方はレッグカバーして自転車乗ってるんですけども、こうやってカバーをして直接肌に日が当たらないように、やっぱ肌に直接日が当たるとものすごい疲れちゃうので、そういった対策としてこういったアームカバーをして今日は会場に来ました。そして普段はメガネ使ってるので、自転車乗るとき以外こうサングラスしないんですけども、ゴール裏から見てると午後からものすごい日差しになって、もう目がチカ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 しちゃうので、なので今日はちょっとごめんなさい、失礼して、朝から天気がいいのでアイウェアしたまんまちょっと撮影させてもらってます。いやー、でも桜見つけられなかったのは残念ですけども、ようやく山形にも春が来たぞーっていう感じになって、ちょっとウキウキしちゃいますね。ますます試合が楽しみになってきました。ありがとうございます。じゃあ左手をゆっくり上に上げてください。はい、はい、高さ合わせて、はい、右手で前に進みます。そして右に倒すと、倒した方向にドローンいきます。はい、はい、あと狙いを定めて下に下ろして続けてください。難しい、揺れるからね、ちょっと難しいですね。意外と揺れますね。なんかくっついた。あ、なんかくっついた。はい、上に上げて、あ、戻ってください、うん、はい、はい、で左手でをずっと降りるまでずっと下に倒し続けてください。ずーっと下がって、うん、で下にずっと下がって、あれ、これ以上下がらないみたいですね。はい、はい、うん、いった、うん、すごい。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。さらばの森田さんよ。意外と別だった。おお、すごい。いや、10狙われたらやばい。おお、うわうわすごい。お疲れ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。すごいスーパーショット。はい、スタジアムのイベントたくさん楽しんできました。いやー、ピッチが見えてきました。テンション上がりますね。ビジョンの向こうには蔵王の山々見えてますね。いやー、本当にいい天気だ。今日は最高のサッカー観戦日和です。勝つぞー。はい、今日のスタジアムグルメです。いつもどんどん焼きいただいてるんですけど、今日すごい列になってて、ちょっと購入諦めました。代わりにダチョウ肉を使ったイダテンフランク、こちらの4種盛りにしました。すごい大きくて食べ応えありそうです。楽しみです。いただきます。
ールさんに対して20分のパワーを集めた。今日のマッチデースポンサーのヘイライトさん、こちらのアンケート答えたらなんかフォトブック当たっちゃったんですね。なんかフォトブックのプレゼントあるっていうことだったので、アンケート答えてみたら当たっちゃいました。なのでこれからヘイライトさんのブースに行ってオリジナルのフォトブックをいただいてきます。あ、こんにちは、すみません、フォトブックの当選はこちらでいいんですか。そうです。こちら、はい、クーポンのリクエストをしていただいて、はい、していただいて、もう一回、あちらボタンを押していただいて、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。フォトブックになります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。当たりました。こんな立派なフォトブック。いただいちゃいました。めちゃめちゃ嬉しいですね。なんか選手同士で撮影したオリジナル写真が収録されているということなので、中身見るのめちゃくちゃ楽しみです。家帰ってからゆっくり見ます。でした、今日のブラブリッツ秋田さんとの、一戦5対1で勝利です。後半だけでモンテディオ山形5点取りました。いや、びっくりしました。正直今日は2対1、もしくは点取れても3対1ぐらいのスコアでモンテディオ勝つかなと予想してたんですけど、まさかまさかの5対1となりましたね。まあ、前半は0対0で終わって、後半開始早々モンテディオ山形が1点先制しました。で、ブラウブリッツ秋田さんがすぐに追いつくような形になったんですけども、そこからまたモンティジョ山形が点を取って2対1。で、そのまたすぐ後に、ブラウブリッツ秋田さん追いついたかなって、ゴール決められたかなと思ったら、それがノーゴールという判定になって、そこからちょっとブラウブリッツ秋田さんにはなんか申し訳ないような感じで、流れが変わっちゃったって感じですね。で、結局2対1のままプレーが続けられまして、今度はですね、ブラブリッツ秋田さんのゴールキーパーがちょっと一発で
一発レッドカードということになってしまって、一人少ない10人での戦いということになってしまいました。ちょっとね、見てて、なんで、退場になっちゃったのって分かんなかったんですけども、ちょっとこれから帰ってから、家のこと全部終わってから、ちょっと、もう一回見てみようかなっていうふうに考えてます。で、今日はですね、ゴールを決めたのが、藤本よしき選手。イエーイ。勝手によしキングなんて呼んじゃってますけど、藤本選手、今日これで5試合連続の6ゴール目になるのかな？ちょっと大爆発してますね、藤本選手。すごい大活躍です。で、今日は、いよいよスタメンに名前を連ねたチアゴ・アウベス選手もゴールを決めてくれて、で、その後、メンバーチェンジでデラトーレ選手が途中出場しました。で、デラトーレ選手が加入して出場して、それですぐにもうゴールを決めてくれて3点目。あ、これでもう試合勝ったと思って、このまま終わるかなと思ったら、またまたデラトーレ選手が、ループシュートのような技ありのシュート。こちらが決まって4対1。そして最後の最後、途中出場された、木戸選手、ゴール決めてくれました。やったー。木戸選手、山形に加入して初ゴールになります。よかった、おめでとうございます。木戸選手、ここから大化けしそうな予感がしてます。そうなると、モンテディオ山形のフォワード、ものすごいポジション争いが今まで以上に激化します。楽しみです。あれで、今までね、ホームでずっとずっと勝てなくて、こう、例えなんですけど、こうバネがギュッ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 って限界まで縮んだのが、いよいよ駆けを勝ったことで、ビヨーンと一気に跳ね上がって、ここからいい波に乗ってくれると信じてます。いやー、ブラグリツ秋田さんにはちょっと申し訳ないし、ちょっと後味の悪いような、レッドカードとかもあって、ね、ブラグリツ秋田さん、ちょっと気持ちよく、帰ることできないかもしれないんですけども、もう、隣県とはいえ、ちょっと距離が結構あるんですよね。で、ブラウブリッツ秋田さんのサポーターの皆さんも結構多くの方駆けつけてくださいました。デガルタ仙台さんとの道のくダービーまではまだ、このダービーの歴史はちょっと浅いんですけども、第二の、道のくダービーみたいな感じで僕は捉えていまして、このブラウブリッツ秋田さんの駆けつけてくださったサポーターさん、すごくいい雰囲気作ってくださってました。すごく楽しめました。見てて、ブラウブリッツ秋田さんのサポーターさんの応援とかもすごい見てて気持ちよかったです。本当に山形までご足労いただきましてありがとうございます。ちょっとね、今年ね、スケジュールが、自分のスケジュールが、ブラウブリッツ秋田さんのホームゲーム、行けないみたいな感じなので、ちょっとお邪魔することできないんですけども、いつか、秋田の方に試合観戦でお邪魔したいと思ってます。その際はよろしくお願いします。ということで、これから帰ります。洗濯は終わってますけど、また例によって食材の買い出しが残ってますので、食材の買い出しをして、ちょっとシャワーを浴びてる間に、360度カメラのデータをスマートフォンに転送して、動画編集のための予備編集をして、そこから本編集って感じになります。誰得情報やねん、これ。もう見てくださってる方、またかよって感じだと思うんですけど、そんな感じで、これから安全運転で帰ります。では、スタジアムにお越しになられた皆さん、そして遠くから、お越しいただいたブラウブリッツ秋田さんの、選手、スタッフの皆さん、そしてブラウブリッツ秋田さんのサポーターの皆さん、そしてダゾーン観戦された皆さん、本当にお疲れ様でした。では、次の試合もいい試合になるように、心から願ってます。そして、また、ホームゲームでは楽しみます。ありがとうございました。では、お疲れ様です。ありがとうございました。バイバーイ。